12レース4号艇の横澤浩二選手です。よろしくお願いします。小島は輸出された8月に続いての登場ということになりました。今回は新エンジンになって2節目ということなんですけれども、全県の感じはいかがでしたか？えともらっとモラト状態から乗った時に水面も良かったんですけど、はい、あの乗り心地はすごい良かったんですけど、はい、えっと足っていう。足伸びとか。行き足の部分においてはちょっとまだ課題が残るかなっていう。 あの判断です、はい、特訓はもらったままの状態で行かれたんですかえと特訓はちょっと軽く叩いてたんですけど、はい、まあそうするとその乗り心地の違和感っていうのが出てきちゃったんで、まあ、バランスをらなきゃいけないのかなっていう現状ではなんか中堅かなっていう感じかな。はい、新エンジンの場合はいろいろ調整面のアプローチの仕方もあるわけですけれども、うん、本体は見てみられた 本体はまだ見てないんですけど、プロペラの方から、ね。まあ、八月に来た、まあ、季節違いますけど、はい、えっと、最後優勝戦失敗しちゃったんで。まあ、それを教訓にちょっと、あの、ペラ調整の方向性を決めていきたいなと思っています、はい。小島に合う、その、ペラの調整をしっかりと。うん、はい、手探りですけど。はい。わ、はい、かりました。それでは一節間にかける意気込みをお願いします。えっと、相性は悪くない水面だと思ってます。えー、っと、優勝できるように頑張ります。お願いします。